APS-C フラッグシップモデルを名乗る上で欠かせない要素に動体性能があります。被写体を的確に追従するオートフォーカス性能や瞬間をものにするための速写性をしっかりと向上させながらも、数値では現れないような快適な撮影体験が得られるカメラを目指しました。まずは動体追従におけるオートフォーカスの挙動についてですが、 Z 軸と呼ばれる目撃方向への追従性と XY 軸と呼ばれる平面方向の動きに分けられます。 Z 軸の追従は被写体の動きを予測してフォーカスレンズを先に動かしておく必要があります。 K3 Mark III では予測の元情報となる速距離歴を従来より多く残すようにし、また近似計算のアルゴリズムも改良したことで予測の精度が向上しました。K3 Mark III はこれまでの K シリーズの中でも最速となる秒間約12コマの高速連写を可能としました。高速連写を行うにはより短い時間でミラーの駆動と制動を行う必要が出てきます。これは一眼レフカメラの機構上、速挙ができるのはミラーが降りている状態のわずかな時間に限られるためです。このわずかな時間を少しでも多く稼いであげることが高速連写時の動体追従におけるメカ設計者の力の見せ所ということになります。マウント部を除くとまず目に入るのはハーフミラー構造のメインミラーです。 AF モジュールに光を導くのはそのメインミラーの背後にあるサブミラーと呼ばれるものです。このサブミラーのミラーバウンドを効率よく抑えるために新設計のスロープ構造を採用しました。さらにメインミラーを大幅に軽量化することでもミラー全体のバウンド対策をしています。これらが大きく寄与し、オートフォーカスを開始するための制動待ちの時間を大幅に短縮し、ミラーダウン、即速挙を可能にしています。これまでの K シリーズのカメラでは、AFC 撮影時には AFS での最高速に対して連写のコマ速が落ち込んでしまう点に不満の声をいただいていたのも事実です。K3 Mark III では AFS での秒間約12コマのコマ速に対してAFC でも約11コマを確保することができています。連写のコマ速が上がることはオートフォーカスの追従性向上にもつながります。連写がゆっくりしている方が1コマずつしっかりと速挙を行う時間を確保できるようにも捉えられますが、コマ速が遅いとコマ間の被写体の移動量が大きくなり、今度は動体予測の精度が低くなる可能性があります。連写のコマ速が速くなり、より密に被写体の動きを速挙し予測精度を高めることができるのです。またこれまでは動体撮影が難しかったようなレンズでもアルゴリズムを見直すことで大幅にフォーカス精度を高めています。 K3 Mark III では AF モジュールとして SAFOX13 を搭載し、速挙点が101点に増えたとともにファインダー上でのカバーエリアも大きく広がりました。これにより XY 軸の動きをする被写体を撮影した際に被写体を見失うことなく捕まえることができるようになりました。速挙点が増えると演算をする上での負荷も高まりますが、プライム5の処理能力の恩恵で速挙点ごとの演算スピードを向上させています。また AE センサーがこれまでの約 8.6 万画素の RGB センサーに対し約 30.7 万画素の RGB-IR センサーとなりました。センサー解像度の向上によって AE センサー上で顔や瞳を認識した上で速挙点を選択させています。さらにディープラーニングを用いることができる領域が拡大し、被写体の色情報だけでなく形状などの情報も認識することが可能となり、複数の速挙点を連携させた追従性も大きく向上しています。速挙エリアを拡大するために大型の AF モジュールを搭載しました。拡大した速挙エリアをカバーする高速を得るためにはサブミラーも大型化する必要があり、それに伴いメインミラーやフォーカシングスクリーンの配置までも見直しを行っています。つまり一眼レフカメラの機構を設計する上で根幹となるミラーボックス内の航路を全面的に新設計しています。それによりこのコンパクトなボディに快適な撮影性能を凝縮させることができました。ミラーボックス内の航路シミュレーションには交換レンズ設計者の知見も借り、これらの課題を解決しています。高速連写を実現するために駆動系や制御系の大幅な見直しも行っています。原理試作を行った時点でパワーのあるモーターで動かせば秒間12コマの実現が可能なことは分かりました。しかしただ早く動かすだけではなく、ミラーバウンドを最適化するにはモーターの応答性が鍵であると考えました。そこで応答性の高いコアレスモーターを新たに採用しました。さらに
コアレスモーターの応答性を生かすためにそれぞれの駆動系が今どのような位置、状態にあるのかをパルス信号で検知することが可能なフォトインタラプターをミラーやシャッター駆動系に採用しています。これまでは制御の起点を細分化することが難しい構造でした。 K3 Mark III では制御の起点を約1000ポイントに細分化し常にモーターの状況を監視できる構造としました。それによりモーターの回転数とミラーバウンドの関係性を把握しそれらがマッチした最適なポイントを見つけて緻密に制御することができました。設計だけでなくチューニングや評価にはとてつもなく苦労しましたが APS-C フラッグシップを名乗るにふさわしい K シリーズ史上最高の動作レスポンスを実現することができたと思います。 K3 Mark III をいろんなシチュエーションに連れ出していただきたいです。確かな違いを感じてもらえると思います。